小池百合子都知事の学歴詐称疑惑がくすぶっている。元側近で弁護士の小島と郎氏は公職選挙法違反での刑事告発を示唆した。これに対し小池氏は19日の記者会見で対処方法については考えていきたいと述べた。白黒をつけるためにも刑事告発や民事訴訟が注目されるが勝ち目はどちらにあるのか。 小池氏の希望の党肌上げに参加した経験も持つ、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士に、見解を尋ねた。民事訴訟ならどうなるか、希望の党名誉、若狭氏が解説。小島氏は17日、日本外国特派員協会の記者会見で、7月の都知事選に、小池氏がカイロ大学卒業を経歴に盛り込んで、 立候補ししたた場合刑事告発すると明言した小島氏は小池氏は卒業証書や卒業証明書は公開しているが卒業の実態を示す証拠はないと主張したこのため記者運野は19日の都知事会見で見ようによっては知事にボールが回ってきている放っておけば疑惑はくすぶり続ける民事訴訟の考えはないかと小池氏に質問した 小池氏は対処方法については考えていきたい。問題の本質は極めてシンプルです。カイロ大学が卒業を決めた。権限があるのはカイロ大しかない。大学への入学卒業がおかしいという論評があっても、入学、卒業を認める権限がない人の評論になって本質ではない。すでにカイロ大そのものに確認問い合わせをしている方々がたくさんおられる。ここに尽きる。 適切な対応を考えてまいると答えた。やはり、法廷で決着をつけるべきではないのか。若狭氏は、小島氏は、誠実な人で自信を持っていると思うと言いながら、卒業の実態がないことの証明には、困難が伴うという。1996年の衆院選に、タレントの野村幸代さんが新進党から出馬して、落選した。 99年に繰り上げ当選の可能性が出た際、女優の浅香光代さんが学歴詐称による公選法違反で東京地検に告発した。当時、担当検事を務めたのが若狭氏で、検議不十分で不起訴にしたという。若狭氏は当時の経緯を踏まえ、刑事告発が行われた場合の捜査について解説する。仮に小池氏が正規に卒業していなかったとしても、 カイロ大学側で何らかの形で卒業扱い認定にしている可能性はある。その場合、小池氏が卒業と表現しても虚偽事項公表による公選法違反に当たるとは、検事も断定しづらい。小島氏は小池氏側が名誉毀損などで民事訴訟を起こすことも視野に入れているとした。若狭氏は、 小池氏側が風向きを変えるため戦略的に民事訴訟を起こすことは考えられる。ただ、公人である政治家の場合、名誉毀損が認められるハードルは高い。また、民事訴訟では原告と被告で証拠や書面をやり取りするが、それが小池氏側に不利に働くこともあり得る。そうしたことを考えると、訴えない可能性が高いのではないかと指摘した。 私がまとめたネチズンのコメントは次の通りですエジプトでは10年以上何年か前までカイロ大学の卒業証書が大学職員や教諭らによって不正に大量発行されていたことが明るみになり大問題になっているその中には医学博士や工学系の論文作成者が賄賂によって博士号や卒業証書を不正に取得しており 現地ではこれから科学、医学、経済界などで大きな国際問題となる可能性が報道されている現代のカイロ大学ではなく小池氏が在籍していたと言い張る約50年前のカイロ大学においてのことである欧米の大学と違ってかなり曖昧な行為が通ったのではないだろうか小池氏はその曖昧な点を理解していながら利用したようにも 思えるこの問題を誰もが納得できる要単純明快に証明できない限り彼女は一生この問題につきまとわれるだろうただ証明したところで彼女が優秀だという証明にはならないがなぜなら築地移転問題にしてもコロナ対策にしてもパフォーマンスばかりで彼女が優秀だと感じることは何もなかったから。 自分で卒業できたわけではないが、大学側が卒業を認めたという言い分。残るは、主席という部分。書類に、主席卒業と書いてあったとしても、ちょっと決定力に欠ける。やはり社会が、どう判断するかですが、一般企業内では身分を偽ったとか、成績表を見せろとか、一生言われて馬鹿にされることになる。はてさて、どうなのかよくわからないが、 信用できない人という楽園は押されても仕方がない。そこで知事としての仕事を重ね合わせてみて、次回があれば有権者がどういう判断をするかだと思う。雇用対策にして良いのだろうか